個性心理学認定講師柴田健二です。と何個か前のですね動画音声でと、まあ私もね、できるできないとかね、個性のことをお話ししているので、まあこれは私のやり方であって、皆さんにこの方法が合うかどうか分かんないよというふうに、もうすでに私自身がそう思っている思っていたりしたので、まあ言ってもどうなのかなというふうにね、まあ考え方思考が先行してしまって、まあ結果お話をしてこなかったことなんてね、たくさんあるんです。だからね、あるよということに気づいて、あ、こういうようなことを出していこうかなというふうに思ったり、まあそんなことをお伝えした動画映像じゃな音声があったかと思います。まあそこでだからね、私もこういうような感じでやってるので、まあ前もお話したんですけども、コツコツやってるような感じに見えないとか、多分見えないだろうなと思いますけど、やっぱりやってきたんですね。自分なりです、これは自分なりに。やっぱりね、努力というか、まあ努力っていう風なね、言葉自体私はあまり好きではないんですけども、まあ私はやっぱり理想はもう本当の努力で、やっぱ楽しいこととかね、楽しくない努力は自分に合ってない努力だと。だから好きだからやっている、好きだからやれちゃった、これが本当の努力なんだろうなというふうに思うんですね。まあその中でこの個性心理学がね、それ自体が面白い、楽しい、まあその楽しさ面白さ楽しく伝えてくれたお師匠さんがね、井村先生がそれで楽しく面白く伝えてくれたので、あとこの個性心理学を学んでみたいと思った。だこの面白く楽しくね、慣れた個性心理学で、自分自身が面白く楽しくなれた個性心理学、これをまあ多くの人に伝えたいなと思った時に、まあやっぱりね、ずっともう今でも変わらない、今でもこれをやっているんですが、本当に一人でも聞きたい、やりたいという方がいらっしゃれば、そこに今でも行きます。ちっちゃいホワイトボードに何でしたっけ、今一瞬頭に浮かんだんだけど、ホワイトボードを立てかけておくやつ立てかけておくやつって、カタカナで、あーと忘れちゃう。よくありますよね、カフェとかの玄関先でね、こうやって飾ってあるというかね、ポンと置いてあって、はい、まあそれとね、ホワイトボード、ちっちゃいホワイトボードを車の中に包んで、いつでもそれを持って行って、少人数でもね、本当に近場であれば3人ぐらい集まっていただければ助かります、行きますよ、少し離れれば5人8人10人ちょっと人数多く集めていただければ行きますよ、今日は私は断らないね、そういうようなスタンスでやっています。なので今でも継続してやってるし、ずっと更新になってからずっとそのスタンスを崩していない、それは話をいただいたら必ずやる、ね、興味を持っている方がいたら、だから私のコツコツやってきたというのは、実はその興味持ってるだろうなというふうな方々を、実はそのコメントであったりとかね、 Facebook のそういうようなところを、実は片っ端から、実は片っ端って言葉もね、表現あれですけども、でもそこを拾って、そこにどんどんアプローチをして、だからすごく最初は失敗しました。だっていきなりね、やりませんか、こうですあでこうです、ものすごく説明もねしてしまって、あ、まだやりたいと思ってない人は興味持っただけだしみたいな、さちょっとね、売り込みが強く入ってしまってね、やめてくださいとかね、いうことも多々ありました。まあそういうような失敗をね、経てね、ああ個性心理学興味を持っていただいてありがとうございますね、講師を務めました柴田です、ありがとうございますみたいなね、もう本当にそのメッセージだけです、俺みたいなね、もう興味持ってくれたこと、それにもありがとう、嬉しいですっていうコメントをして終わり。もうひたすらね、それをどんどんコメント拾って投げかけて、それを繰り返しやってきました。まあその結果として、呼んでくださる人たちが増えて、で、本当に自分のこれはパターンになっています。ある方が主催をしてくださって、ね、どんどん呼んでいただいて、ね、そこで聞いてくださった方がまた違う仲間、ね、グループにお伝えをしたい、だから講座をやればやるだけ私の場合主催者が増えてくださる。一人の人間が集められるのってそんなに多くはない、だからその少人数っていうところを私は断らないし、やってほしいというのでそこに行く、
当に足を運んでお話をしたら、私が一つやっぱり自信を持っているのは、まず堅苦しい話はしない、もう楽しく面白く講座セミナーっていう風なイメージでお話をしますが、まあ、本当トークショーみたいなね感じで面白く聞いて楽しく聞いて、わあ心がねこうなんかすごく温まるというか、温まるのかな、さっぱりするだな、温まるよりはさっぱりするだね、はい、なんだよこんなことで悩んでたのかって知ったら簡単じゃんみたいなさ、すごく気持ちが軽く軽やかになるような、そういうふうなイメージでお伝えをしている。知ったら悩みじゃないよねっていうことね、まあ私は常に知らなかったから悩んだんで、知ったら悩みじゃないよねこれってね、そういうふうに思っていただきたい。まあこれはもう私の中で徹底している、ただ笑いがなす100、もうほぼほぼ笑いがほぼほぼです、ほとんど私が重要視しているので、まあ、これをひたすらやっている。さっき話戻りますが、コメントを拾ってね、これ興味持ってもらってありがとうございますっていうねお伝えをして、その数をどん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 ね増やして、毎日のようにやって、それをやってきた。その結果として2012年に個性心理学であって、2013年に講師になってかだな、で2014年に講師一本になって、2015年に年間で、まあ大小ね、大きいちっちゃい規模関係なくすると、まあほぼほぼ200回ぐらいはね講座講演セミナーをやらせていただいた。その場数というのが何よりも私のまあその積み重ねと場数、数稽古でね久々にお話ししました、ブログにねずっと数稽古数稽古ってね、要は稽古、数多くやるということです。人の前でやる、失敗したって別にいいんですよね、失敗なきゃ成長できないし、失敗するから、でも相手に何かね、相手とかお客様に何かでもそこで一つ一つ伝わっているものはあるだろうし、一つね二つ三つ四つ五つとね、心軽やかにそういうことなんだってね思っていただくものを提供できたのであれば、私はそれでね、まあ私はねそれでもう常にこう満足満足という話ではないでしょ、もっともっとさらにさらにと私はそれをね突き詰めていきたいし、さらにさらにもっとね潜在的な分からないか、分からなかった自分で気づいてない気づけてなかった悩みなんもね人であるので、そういうところにもアプローチをしていきたいし、どんどんの前向きに、どんどんの自分らしくね、自分を認めて受け入れて許してね、全てのエネルギーを自分の自己実現のためにね向けていけるような、それで自己実現はもちろん人に感謝をされてね、人に感謝していただいて喜んでもらって、そういう人たちを増やしていくという、そのためにねこの個性心理学を広めている、広めてきている、数多くやる、ね、ずっとずっと、だから数が一番、経験が一番なんですよね。そのためには集まるかどうか人数も関係ない、来たら来たでやる。ただもう一つ多くの方々にお話ししたいのは、私は Facebook ブログというインターネットを使って無料というかね、お金をかけずにやってきました。同じ土俵、同じ土台、この Facebook ブログでまた同じように告知して何をしてってなると、多くの場合すでに私を知っている、まあ特にこの青森県とかね、この近場でなればどこかで私の名前を知って聞いて、もうすでに受けているという方が多い中で、同じ土俵でやろうとすると、あ知ってます、聞いたことありますみたいな、なのでそうではない別な市場というのを開拓していく必要というのはあるわけですね。いわインターネットを使ったオンラインの世界というところでね、どんどん広めてきましたが、最終的にやっぱり多くの市場はまだまだ地方はオフライン、ね、ネットとか使っていないような人たちのところで、いかにそこを、ね、増やしていくかという、そっちの方が圧倒的にね、うん、市場というのはまだまだ大きい、地方に関してはそっちをいかにね広めていけるかっていうところに、やっぱね
フォーカスして、フォーカスして引く必要ってあるよね。いかに、なんか継続ならそういうふうな感じに見えないかもしれませんけどね、いかにコツ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 やるか、やり続けるかというところは、何をやるにも、何をね、どんなことをするにも絶対必要なことなので、やり続けるということ。そんな、はい、まあ別にありきたりな、ね、あのことになっちゃいますけども、実は私はそれを徹底的にやってきたんですよということでした。はい、ちょっと今お家に着きました。はい、またね、皆さんにこういったね、いろんな情報というか、私が何をやってきたのか、こんなことをやってきたんだよってこと、これは個性関係ないですからね、今日のお話は個性も全く関係ない、やろうと思えば誰でもできることをお話お伝えさせていただきました。何かね、一つ参考になればということで、はい、という今日もお聞きいただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。